はい、どうも、ダバールです。昨日はね、スーパーアラビアンというゲームをご紹介いたしました。で、本日はね、7月26日に発売されました、ブロックセットという、これ周辺機器になりますが、ご紹介いたします。でね、まあこれ、任天堂さんからそのまま発売されました。家庭用ゲーム機ファミコン用のね、周辺機器でございます。で、ファミコンと連動して動くロボットでもあるんですよ。で、楽勝はね、ファミコンロボットでファミコンロボなどね言います。ロボット単体の型番は HVC012 です。で、開発者はね、以前もご紹介いたしました横井軍平さんでございます。で、任天堂からかつて、発売された周辺機器、光線銃シリーズの技術を応用してね、画面上から送信される光信号を直接ロボットの目で受け止めて、内蔵モーターによって動かすことができます。で、単独で動作することはなくてね、ファミコン専用相当のブロックセットで、ジャイロセットね、これも後々、ご紹介いたします。まあ、これら2つをね、必要といたします。で、ゲーム画面に連動されて、ロボットを遠隔操作することが狙いでございます。で、ロボット下部の台座周囲にはね、5つのスリットが設けられてて、で、ここに専用のモジュールを取り付けます。で、腕は常に前方に突き出した形で頭部と連動しています。で、可能な動作は頭部の垂直移動で水平回転で腕の開閉だけでございます。で、これによってね、ブロックやコマを操るといった動作をいたします。で、炭酸乾電池4本使用します。で、日本国外ではね、ROB の名で発売されて、NES 本体、光線銃とのね、セットも販売もされました。で、ちなみにね、日本での配色は、ファミコンのカラーに合わせた赤と白の配色だったんですが、日本国外では NES のカラーに合わせて、灰色を基調とした、配色になっています。日本向けの CM にはね、プレイキャラクター役としてね、当時ね、漫才コンビの西川のりおさんと上方義雄さんのね、西川のりおさんが出演されました。で、ジャイロセットはね、発売と同年に開催されました国際科学技術博覧会の駒型ロボットからね、着想を得たものであります。まあでもね、私もこれ調べるまでわからなかったんでね、まあその後ってあるんですがね、発売当時としてはハイテクな機能で遊び方としてもかなり斬新であったんですが、限られたファミコンのね、スペックでできていることとはまあ限られていたことやね、ゲーム性そのものの単純さもあって幅広く受け入れられなかったんですよね。まあ、当然ね、私も調べるも全然わからなかったんで。で、上記の日本以降、太陽ソフトが、ね、一切発売されなかったこともあってね、同年発売のね、まあこれも後々もうそろそろご紹介いたしますが、スーパーマリオブラザーズによるね、ファミコンブームを迎える前に姿を消していっちゃいました。で、しかしね、後に欧米輸出された際にはね、前日の、セット販売など日本以上の売り上げを残しているらしいんですよね。まあ、でもね、このブロックセットというかね、ファミコンロボね、実は私覚えているんですが、まあ、画像を見てね、思い出したんですが、任天堂64から出ました、スターフォックス64のね、ボスで出てきてたんですよ。あ、見たことあるみたいなね。まあ、そういう作品にもただ出てくるんでね、もしかしたらこのね、ファミコンロボの、まあ、載せますが、画像をね、見たら思い出される方おると思うんでね、よかったらね、まだ少し調べてみてくれたら嬉しいなと思います。はい、まあ、今回短すぎると思ったんでね、まあ、実はね、今朝に撮っているんですが、24日の12時、深夜の12時ね、
あるゲームがね配信されました、聖剣伝説3の紹介もね、紹介っていうかやった感想ちょっとだけ話しようと思うんですよ。ちょっとやっぱりね皆さんに伝えたいと思っているんでね、やっぱりもう単純に面白いです。やったことない人ぜひやってほしいです。で、思ってる以上にソフトの値段もね、ダウンロード版も結構安いんでね、7000もしないんです。はい、まあ、こんな言うのもあれなんですが、まあファイナルファンタジー7のリメイクも私やりました。まあそれはそれで面白かったんですが、やっぱりちょっと聖剣伝説3のクオリティちょっと高すぎます。まんまですしね、当時のまんまで、プラスアルファで今のゲームを駆使した作品になっています。やはりもうこれぜひやってほしいです。あの体験版をやった方がいたらね、体験版をやってで本作を買ってないっていう方がいたら、もうこれもったいないんでぜひやってください。あのそのまんまの続き、まあ体験版の終わりからの続きでできますんで、はい、ぜひやってください。これやらないともう損いたします。今このまあ時期的にもね、あの、まあ、このコロナショックのね状態で今自粛されている方も多々いると思うんですが、ちょっとした時間でも在宅ワークとかでも疲れた合間とかでもちょっとやってみてください。楽しめます。すごく楽しいです。はい。っていうのが今日の動画でございます。私ナバールと申します。ツイッターもやってますんでね、フォローの方よろしくお願いいたします。はい、もしこの動画に興味を持ってくれた方がいたら、高評価ボタン、特にチャンネル登録などよろしくお願いいたします。っていうことですので、本日はこれにて終了いたします。ありがとうございました。バイバイ。